皆さんこんにちは。ピアニストの小山道江です。この度シティフィルさんの第371回定期が6月29日に東京オペラシティコンサートホールであるんですけれども、そこでベートーベンの3番のコンチェルトを演奏させていただきます。指揮 の鈴木秀美さんとは2度目の共演ですけれども、鈴木さんの音楽というのは本当にこう思うとかこういう演奏を感じてるというのをそのまんまもう本当にもうためらうことなく打ち出されるので、私も本当にそういう部分に共感してベートーベンをシティフィルさんと共に演奏していきたいなというふうに思っております。それでこの3番のコンチェルトというのはベートーベンはピアノコンチェルト5曲作ってますが、その最もピアノコンチェルトらしいといえばそう思える、本当にこう初めての大規模なコンチェルトといいますか、ベートーベン3番目にして作ったそれまでとまたガラッと違う力強い、そして大切な調整でもある破綻調で作られています。第一楽章のもうそのもうベートーベンらしい、いかにも強くて、それからだけど燃える情熱とピアニズム、それの第一楽章、そしてそこから破綻調から補聴調へという非常に珍しい転調なんですけれども、調整を使っての限りなく美しい二楽章と蝶々発揮としたロンドンの三楽章、これが各楽章がとても変化に富んでおりますので、そういうそれぞれの楽章の性格をなんかこう感じながら、シティフィルさんと鈴木さんと本当に一つの音楽を作っていけたらなと思っております。ぜひ皆さん当日会場にいらしていただけましたら嬉しいです。